はい、どうもさん、こんにちは。こんにちは、下町ぶっ飛び TV というホームレスの方たちを取材させていただく、番組を撮らせてもらって早くも半年が経ちました。はい。でダーマスさんもいろんなホームレスの方のお話を聞いてて、ダーマスさん自身どう感じましたか？で辛いことはたくさんあると思うけど、やっぱり空き缶売るなりフライパン売るなりしないと生活はできないっていうのは分かったんですけど、やっぱりみんな頑張って生きるにはそれが当たり前だと思ってるんで、自分を応援する方なんで、よろしくお願いします。本当に何のよろしくお願いしますなんでしょうか？だからそういうのなんか頑張ってほしいっていうことで、まあ自分もね、こんなにホームレスの方たちともお話をする機会っていうのが今までなかったんで、一体ああいう人たちってどんな人たちなんだろうとか、どんな生活をしてるんだろうっていうのをね、この半年でだいぶ、勉強することができました。で、ダーマスさんがあの人たちと触れ合ってみて一つ思ったことがあるらしいですね。自分はやっぱりみんな生きるのは精一杯だから、空き缶なりフライパンなり絶対だから、それが絶対だ。それはすいません、ダーマスさん、先ほど聞いたことなんですけど、ダーマスさん過去に、まあ、あのホームレスの人たちを見て、俺もホームレスになりたいって言ってたことがあったじゃないですか。それっていうのは、なぜそう思われたんですか？やっぱり何にもなくなったらなりたいなっていうのは正直なところなんで、なんか頑張って自分を立て直そうとか、そういうふうに思う前に、あ、俺もホームレスになりたいなって思ったんですか？慣れてきたらなっちゃったらもうなるっていう、それは決意してるんで。決意をしてるんですか？なるときはなっちゃったらということでね、今回いろんなコメントでも数多く寄せられてるんですけど、一回ダーマスさんに限らずホームレスの体験をしてみてほしいっていうねコメントが数多く寄せられてるんですよ。でダーマスさんもね、将来は、まあ、ホームレスになりたいということで、この一番ホームレスの、ね、世界の中で一番きつい時期、この夏、この夏、1週間ホームレス体験というのをしてみようと思うんですよ。はい、どうでしょうか？ああ、分かりました。まあ、なんて言ったらいいんだろう、まあ、ホームレスの人たちっていうのは、まあ、結局、まあ、住むところがなくなって、もうしょうがない状況になって土手に行ったり、まあ、橋の下に行ったりとか路上で寝たりとかね、まあ、公園で寝たりとか、いろんなさまざまなあれがありますが、まあ、ダーマスさん今正直今ぶっちゃけいくらぐらいですか？0円です。ゼロ、じゃあゼロちょうどいいんですよ。はい、もうゼロからのスタート、はい、でこのようにねホームレスの人たちは空き缶を集めて、まあ、もらってくるなり集めるなりしてその日その日を生き抜いてるわけです。でダーマスさんに今回挑戦していただきたいのは所持金ゼロの状態、スタートゼロの状況で、まあ、缶を拾うのはあり、所持金ゼロでスタートして、全くホームレスの方たちと同じ生活をしてもらおうと思ってます。はい、どういうことが分かりますか？だから所持金ゼロで食器とか箸とか買って、自分で調理して、そういうことです。もうとにかくあの人たちもガスコンロとか、まあ、いろいろ持ってるじゃないですか、そういうのって、まあ、拾うパターンもあると思うんですけど、まずは缶を売ってそういう最低限必要なものは自分たちでゲットしてるんですよ。まあ、中にはね、酒を買ったりタバコを買ったりとかギャンブルやったりする人もいますが、とにかくゼロの状況で、まあ、もちろんこの1週間ダーマさん家には帰れないですよ。はい、大丈夫ですか？わかりました。ダーマさんが場所を決めて、どこかに、まあ、小屋なり何なりを作って、で小屋で生活していくうちに、あ、これが必要だなって思うことってあるじゃないですか。はい、例えばガス魚を釣ってそれを食べるにも、調理器具が必要、まあ、鍋が必要、そういうのはこのように缶を売って、アイテムを揃えていくと。はい、OK ですか？はい、まあ言ったらサバイバルよ。
でも普通のサバイバルと違って、この一般社会の中ではこのように缶をねもらうことができれば、うん、お金に換えることができるので、うん、確かに。だから別に毎日魚を釣って食べる必要はないんですよ、うん、缶を売ればパンを買うなりラーメン買うなりできる、うん、できる。とにかくね、あの人たちがどんだけ過酷な生活をしてるかっていうのをね、はい、自分の肌で感じて、で自分で、体験してみるという。で私は1日密着して、はい、そのダーマさんのホームレス生活のかあのね姿を私撮っていきたいと思いますので、じゃあ、1週間、はい、増田つとむのホームレス体験ということで、はい、じゃあちょっとやっていきましょう。わかりました。とにかくねもうゼロからスタート、はい、もうアイテムも何にもなし、とにかく今ダーマさんゼロだね。はい、ゼロだからこっからスタート、はい、よし。じゃあダーマさんカメラに向かって一言ね意気込みの方をお願いします。ゼロからスタートするんで見守ってください。ちゃんと調理とか何でもやるんでよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょうか。さあ始まりました、ダーマスさんのホームレス生活、1日目、まずはねダーマスさんが近所のおばさんからもらってきたという空き缶、これを、潰してこの量からスタートとなります。ダーマさん、はい、こちらにある缶がこちらにある缶が、はい、スタートですから。スタートですね。まずは、これダーマスさん家のね近所のおばさんからもらった缶、はい、こんだけの量何キロあるか、まあ何キロ、10キロないかな、10キロあるかないかの、この缶がスタートですから、はい、これをまず潰してこれを売って、まずは最低限必要なものを購入していきましょう。わかりました。酒はダメですよ。わかりました。まずはほら段ボールはほらどっか行けばもらえるから、うん、家を建てないとさどうしようもないからね。だからこれを売ったいうさちっちゃいテント買えばいいんじゃない。まずはなんかよくあんじゃん折りたたみのテント、 はいはいはい、あれ1個あればさ寝泊まりはできんじゃん、うん、でそれを雨風はしのげるから、うん、まずは目標それを1個買って、でいずれその小屋を建てていくのに必要なものを揃えていきますか。じゃあ分かりました。じゃあまずはこの缶がスタートです。やらせ一切なしだから、うん、1回家帰ったとか、はいはい、飯食ったとか、うん、そうするとほら、うん、本当のホームレスの人たちはさそれができないんだから、ミスターつとむこと増田つとむ狂ったプードルダーマスさんがホームレスになるということでね、ダーマスさんもう見た目はねほぼほぼ仕上がってるんで、はい、あとはねどんだけあの人たちがサバイバルをねやってるのかっていう。ダーマスさんどうですか、楽しみですか。楽しみではあるんですか。まあ、楽しみっていうのもありますね、うん、まあいずれホームレスになりたいと思ってる人もなかなかいないんですが、うん、確かに。でもダーマさんはそう思ってるわけでしょ、うん、なんでですか。まあなんでか、まあ確かに人に縛られるっていうのが嫌いだから。あ、だからホームレス向いて、うん、ちょっとなんて言うんだろう羨ましいなっていう気持ちがあるって感じですか、うん、なるほど、わかりました。